おはこんばんちは。いかがでしょうか。東京とっても寒いんですが、風なんか引いてないでしょうか。今日もですね、美味しいお料理を紹介していきます。今日お伝えするお料理、早速見てもらいましょう。こちら、あー美味しそう。これからの季節、体が温まってね、このお袋の味って感じ、これをですね、本日あまりがしっかりと皆さんに作り方を教えていきたいと思いますので、最後までぜひよろしくお願いいたします。皆さん、改めましてこんばんは。ビストロライブキッチンフォービガーズ。ちょっと今音がもう一回出ました、今出ました。もう一回いきましょう。第5回目となりました、ビストロライブキッチンフォービギナーズ。この音なんですよね。お時間となりました。焼く、煮る、蒸す、揚げるが、これ1台のビストロを使って、ビストロライブキッチンではお伝えしきれなかったビストロの調理方法、そして便利な機能を皆さんにご紹介していく番組です。さあ、そしてですね、本日お料理とそして司会を務めさせていただきますのは、私あまりです。最近ハマってるのは大の大冒険。皆さんどうも最後までよろしくお願いします。さあ、今回もですね、実は私料理の初心者なんですが、僕でもしっかりと美味しいものを作れるというのをですね、皆さんに伝えていきたいと思います。それでは早速一緒に番組を進めていただきます、ビストロ解説の超スペシャリスト、ゲットナビウェブ編集長の山田裕貴さん。ゲットナビウェブの山田裕貴です。本日もビストロの魅力を最大限お伝えできるようにいたしますので、よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。さあさあ、この番組ではですね、その山田編集長の横にもございます、はい、私の横にもありますパナソニックのビストロ NEPS2700 を使ってお料理を作っていきたいと思います。よろしく頼むよ。さあ、ライブ配信始まったばかりですが、コメント続々。お、シーズン2楽しみ、いいね、今日も楽しみにしてます。うまそう、わーい、宮城から見てます、ありがとうございます。ずんだずんだずんだうち、初めて拝見しました。あ、大の大冒険、私も見てくれ、ありがとうございます。でも今日テンション高いね、やっぱり龍の紋章がここに。わからないね、大の大冒険の話はね。ぜひ皆さん、あの料理に関すること、ビストロに関すること、我々に関するコメント質問ありましたら、ぜひコメントよろしくお願いいたします。結構テンション高いですね、反省しますね、ちょっとごめんなさいね。さあ、それではですね、ビストロライブキッチン4ビギナーズでは、焼く、ワンボール、揚げる、蒸す、煮るの調理テーマに沿って、ビストロの料理酒に載っているマル秘絶品レシピとビストロの機能を皆さんにお伝えしていくんですが、本日のテーマはこちら、煮る、あ、煮よですね。あ、今なかったね。はい、みんなの胃袋をつかむ煮物に挑戦していきたいと思います。さあ、それでは早速、今日の料理って何なのという、そこのあなたにお答えしましょう。今日の料理はこちら、鍋で煮込まない肉じゃがです。いやー、ちょっと山田編集長、はい、僕料理初心者ですよ、はい、作れますかね、煮物。絶対作れます。本当ですか。はい、まあでもね、この煮物の代表格というこのラスボスですよね。ラスボスですよね。これさえ作れたら、はい、ね、いい結婚ができるなんて昔からよく言われてますけどもね。あ、愛知からも見てくださってる方いらっしゃいますね。料理頑張ります。はい、そう、この肉じゃがなんですけれども、はい、まあ、今回第5回目ということで、第4回までずっと頑張ってくれたビストロがいれば、まあ大丈夫なんじゃないかなと心では思っていますけれども、はい、やっぱ煮物といえばちゃんと火が通るのか、味が染み込むかなっていうところ心配なんですけど、大丈夫なんでしょうか。あのビストロに任せておけば、はい、絶対大丈夫です。おー、すごい。あの、まあ、煮物ってやっぱじっくりコトコト煮込んで、はい、味がしっかり染み込むかっていうところが一つ心配だと思うんですけれども、このビストロ、あのしっかりとした技術でその辺を、しっかりと、ね、実現してくれるので、そのあたりはあの後ほど僕の方で解説しますので、うん、早速進めていきましょうか。はい、ありがとうございます。はい、山田編集長はですね、このビストロ解説のスペシャリストなので、はい、ぜひあの調理をしながらそういったところも教えていただきたいと思います。皆さんぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ではですね、材料の発表です。こちら、さあ皆さん、ぜひ画面をスクショしておいてください。材料と作り方は後日デリッシュキッチンのインスタグラムでアーカイブとして投稿されますので、それも要チェック、よろしくお願いしますね。はい、ではですね、皆さん早速調理していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではですね、皆さんもう一度思い出してください。あまり土師初心者です。土初心者でございます。まずはですね、包丁持つのもちょっと震えるぐらいなんですけれども、こちらのじゃがいもを一口大に切っていきます。あ、もうちょっと暗雲が立ち込めますね。はい、じゃあ僕の方でぜひコメントを、あ、ぜひお願いします。ビ
ピストル全然使いこなせてない汗、肉じゃがって難しそう。ピストルで煮るのもできるのもすごい。肉じゃがのお肉は牛肉派ですということで、皆さん肉じゃがのこうリアクションというか反応がすごいですね。なんか皆さんそれぞれ独自のねレシピあると思うので、うん、なんかおすすめあったら教えてほしいですね。はい、川森さん、お芋の種類もあるというふうにさっき伺ったんですけど、そうなんです。今僕が切ってるのはですね、いわゆる男爵芋と呼ばれるものですね、はい、で他にはですね、まあ、有名なのは、メイクイン、これですね。こういったちょっと細長い感じで、こういった男爵芋みたいにこの目がついてないものですね。こういったものでもですね作っていただけるんですけれども、まあ、ホクホクした食感を楽しみたい場合は男爵芋で、あとはですね、まあこちらはですね、煮崩れ防ぎたい場合がこのメイクインで作るのがおすすめだそうです。なのでカレーとかシチューはこちらがおすすめなんですね。ただこれ後でまた山田編集長にも教えていただくんですけれども、はい、このビストロを使えば、まあ、長時間、鍋で普通だとね煮込むと煮崩れしてしまうところが、ビストロを使うとそういったこともないということなので、はい、それをぜひまた後でですね、番組の中盤ぐらいで皆さんにお伝えいただけたらなと思いますので、はい、なので皆さん、どんなねじゃがいもでもですね美味しく作れると思いますので、よかったらみんなどんなねじゃがいも、使ってるかぜひ教えてください、はい、では続いてですね、人参切っていきます。厚さ、5ミリのいちょう切りにしていきます。うん、硬いね。はい、危ないですよ皆さん、ちょっと力んでますね。そうなんですよ、やっぱりね、まだまだまだ、ここからですね、はい、いっちゃいたいと思います。メイクインもいいですよ、男爵はしっとりが好きなのでメイクイン、男爵の方がいいかと思ってましたということで、結構皆さん分かれてますね。あ、やっぱそうなんですね、うん、僕ずっとメイクインのことをメインクーンって呼んでて、それ猫じゃねえかってすごい言われたんですけど、皆さん間違えたりしませんかね。そうそう、こういった感じでイチョウのね葉っぱのようなイチョウ切りだそうです。5ミリになってます、ちょっと本当に怖いんですけど、はい、さあサクサク、皆さんぜひコメントお待ちしてますよ。あまりの包丁使い大丈夫そう、力入って肩すげえ凝ってますけど今大丈夫か。硬いね、硬いね、喋りはねスムーズなんですけどね。まあでも野菜も後で柔らかくなりますので、ね、そうなんですよ。じゃあちょっと落ちちゃったので動かしましょうね。はい、ちょっとねアシスタントの子がすげえ笑ってるんですよここで。何かダメでしたかね。はい、じゃあ続いてですね、ですね、玉ねぎくし切りにしていきます。このくし切りちょっと僕怖いのでですね気をつけてやりたいと思います。こういった形ですよね、はい、大丈夫ですかね。はい、うわ怖い。じゃあコメントちょっと読んでください。はいはい、お願いします。北明かりが好きということで、あ、ちょっとね、スタッフの方から教えてもらった、はいはい、じゃがいもの種類について僕の方で説明します、ね、うん、ぜひお願いします。じゃがいも他の品種でも代用できますかっていうところ、皆さんもしかしたら疑問に持つかもしれないんですけれども、はい、新じゃがいもは代用可能で、うん、まあ、2月から6月までスーパーに並ぶので、皮ごと入れても OK な品種です。で今出た北明かり、代用可能だけど煮崩れする可能性はありますということなんですね。少ししびしび系の肉じゃががお好みの方にはおすすめということでした。でもう1個、インカの目覚め、こちらも代用可能で、こちらちょっとお高い系の比較的お値段が高い、じゃがいものなんですけれども、ねっとりとしていてさつまいもに近い感触ということで、なんかどれで作っても美味しそうですね。うん、本当ですね、まあ、インカの目覚めとかね甘くて美味しいですよね、さあ続いてですね、はい、お肉、これはね豚バラ肉薄切りにしているんですが、一口大に切ったものがこちらになります。でもう早速ですね、直径約25センチの耐熱製ガラスボール、ガラス製ボールですね、失礼しました、耐熱ガラス製ボールに下からお肉をですねまず入れていきます。はい、入れていきますよ。で続いてですね、人参、順番大事ですからね。そしてじゃがいもを入れていきます。はい、さあコメント、皆さん応援してくれてます？旦那の料理見てみたいで怖い。ああ、なるほどね怖い、ね、猫の手ちゃんとしてますもんね。はい、でですねこちら、玉ねぎを乗せていきます。最後に玉ねぎですね。あ、こんばんは、初めて見ましたという方もいる。お、ありがとうございます。ぜひ最後まで見てってくださいね、はい。さあそしてですね、麺つゆ、麺つゆ、はい、麺つゆ入れていくんですけれども、こちら2倍濃縮だと大さじ8で、3倍濃縮だと6、大さじ6でお願いいたします。でこちらもかけていきますよ。わ、これしっかりと味付きますね。
でこちらですね、さっきあのフードスタイリストの方に、これだけしか入れないんですか、味濃くないって聞いたんですけど、野菜から水分がしっかり出るので、あとあとちゃんと旨味も出て美味しくなるというふうに伺っておりますので、楽しみにしておいてください。野菜って水分が結構出るので、うん、まあ、水分でそれが旨味につながるので、まあ、一石二鳥ですよね。本当ですよね。でこれはふんわりラップをして、さあもう早速ビストロさんにあとお願いしちゃいましょう。おっと、もうなんか先客がいましたけどね、空っぽですから大丈夫ですよ。失礼しました。はい、もう大人気なんですビストロさんのね、みんな入りたい入りたいなんて言っちゃってね。はい、じゃあこちら入れました。でこちらですね、もうすでに料理集というのがあります。で番号で選ぶ、そして43を押すと開けてですね、はい、もう肉じゃががあるのでこれで決定を押して、温めスタートを押すと、もうこれ温めるだけじゃなくて調理をしてくれると、しっかり火を入れてくれると。すごい。だって今煮物ってすごい難しいイメージありましたけど、切ってめんつゆ入れて入れただけですからね。そうなんです。あの加熱の目安時間16分と言われているので。そっか、16分ね、早いですね。下ごしらえの時間にしても30分以内でできちゃうんですよね。超楽。皆さん見てました？あ、コメントもいっぱい来てますね。あ、野菜入れる順番大事ですよね。あ、我が家はめんつゆ使わない派です。何使うんですかね。あ、時短料理気になる、お腹空いた、仕上がり気になる、ぜひ皆さん完璧にできてるはずです。僕の力じゃないですよ、ビストロのおかげでございますけどね。はい、なのでね、あの今作っているのは、鍋で煮込まない、はい、肉じゃがを作っております。ぜひですね、このビストロに関すること、お料理に関すること、僕らに関すること、ぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ今絶賛ビストロに温めてもら、あ、作ってもらってる途中なんですけども、はい、ぜひ山田先生にですね、待ってる間にビストロの魅力、なんかこれ教えていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ私から、まあ、技術的なところの説明をしたいんですけれども、はい、まず一般的にこう煮物というと、まあ、さっきも言ったようにこう弱火でコトコト煮込んで、はい、味が染み込んで、うん、で、まあ、煮崩れしないようにこう定期的にチェックしてっていう、かなりハードルが高いように感じるんですけれども、この手間暇が美味しさっていうふうに思ってます。そうなんです、うん、で、ただビストロを使うとですね、ちょっとビストロの技術を使うとだいぶ違いまして、ほうほう、こちらの画面ご覧ください。あのビストロにはですね、64眼センサーというセンサーが内蔵されてまして、はい、うんうん、このセンサー何かっていうと温度と分量を見てくれるんですね。だからあのいろんな種類の野菜だったりとか、こう火の通りにくい根菜だったりとかがバラバラに入っていても、うんうん、しっかりと分量重さを見て、で温度がどれぐらいになっているかっていうところを測って調理してくれるので、あの同時に入れてもいいですし、はい、短時間でしっかりと火熱を入れてくれるというのが特徴になります。それすごくないですか。そうなんです。いわゆるその野菜ごとというか、あの温めるものをちゃんと一つずつ判別して温めてる。そうなんです。中の状態がどうなのかっていうのをセンサーが判別してくれて、センサーはですね、この庫内に、ありまして、この中をしっかりちゃんとチェックしてくれているっていうような構造になっております。はあ、すごい。だから僕さっきもですね、あの危なっかしい手でね、この辺切ってましたけど、はい、やっぱあの慣れてないと野菜の大きさって結構バラバラになってしまうので、はい、そうですね、でこっちは火通ってるのにこっち火通ってないとかっていうのも、それ64眼センサーがあればしっかりと全て見てくれるということなんですね。すごい。これ煮物のハードルバッと下がるから、僕みたいな初めて作る人もそうですし、普段から煮物作ってる人がするとビストロなしだと煮物作りたくないって人増えそうですね。そうです。で大前提としてオーブンレンジで作ってるんで火は使ってないんですよ、ね、あ、安心だ。そうなんです、はい、火を使っていないので、まあ、お子さんと一緒に調理をチャレンジしてみるっていうような、かなり教育的な部分でも、うん、あの効果があるんじゃないかなと思います。そうです。まあ、だからコメントでね、64万円さんすごいなっていうことはね、めんつゆ肉じゃがどうなんだろうね、ちょっとイメージついてない方もいらっしゃると思うんですけど、でうちの母とか祖母はやっぱりこういった煮物するときは基本的にこう火の前にいて、はい、あのこうつついたりとかね、してましたから、うん、そういったものも必要ないという手軽さ、嬉しいです。
ですね。さあちょっとですね、まだまだ少しちょっと時間がかかってしまいますので、ちょっと今日はお時間の都合上ですね、ちょっと差し替えたものをですね、もう間もなく出来上がりますので、同時進行でね、ちょっと早めに作っていたので、ぜひ出来上がったらですね、皆さんすぐにお出ししたいと思います。さあ皆さんのコメントもちょっと見ていきましょうね。肉じゃが美味しそう、めんつゆって本当に便利ですよね。本当ですよね、家にはやっぱありますもんね、めんつゆね。ほったらかしでいいもんで、まさにそうなんですよね。だからその間にもう一品作ったりとか、ちょっと片付けをしたりとか、時短効果も抜群ですね。あ、そう、夏暑いですもんね、これ。結構その、実家のキッチンとかって広いじゃないですか、はい、でもこう東京に来るとワンルームとかだとちょっとこうね、狭い廊下とかだと熱がこもっちゃったりとかね、キッチンに冷房が当たらないっていうの結構ありますよね。いや本当そうあります。だから僕とかね、扇風機持ってったりとかしましたけど、そういうのが必要ないっていうのは嬉しいですね。あ、届いたばかりだから明日作ってみて。これビストロ届いたってことですかね。すごいですね。すごいリアルタイムで嬉しい、ね、あ、味染み込むのかなっていうね。それね、僕もちょっと不安なんですよ。本当に大丈夫なのかなっていう。大丈夫ですよ。16分ですよね。16分ですよ。うわ、あ、もう出来上がりました。それではですね、ちょっとですね、差し替えさせていただきたいと思います。さあ、ありがとうございます。さあ、じゃあ僕がですね、はい、かなり熱々だそうでございます。で、毎回あの山田編集長に味見してもらうときに、めちゃくちゃ熱い状態で。いやでも、ちょっと本当に熱作って美味しいんですよね。ね、そうなんですよ。あ、ちょっと待って、結構ね、開けるとき熱いに注意してください。はい、これね、外側に向けてね、開けるといいと僕は聞きましたので、やけどしないようにと。あ、すごい色味がとっても綺麗ですよ。香りがこっちまで来てますよ。さあ、これしっかりと味が中に染み込んで、わあ、見てください、肉もしっかりとね、わあ、人参もホクホク。そう、しっかりと混ぜていきましょうね。ビストロ購入しました。あ、ありがとうございます。あと、もうできたんだ。そう、今回はあの差し替えてるんですけれども、16分でできるので、あの普通に煮物にかかる時間よりもかなり短く作ることができます。圧倒的だから効率いく、もう色ついてるっていうコメントもいただいてますよ、ね、すごい。これ本当にですね、この本番始まる本当に少し前にあの同じような手順でやったものなので、ほぼ同じだと考えてください。はい、ではですね、こちら、はい、全体を軽く混ぜ合わせました。で、ですね、こちら出来上がりですね、こちらの茹でた絹やさを乗せていくんですけども、これ盛り付けしてからでしましょうかね。はい、じゃあしっかりとね、最近寒くなってきましたしね、三寒四温なのかな、今は春じゃないですけど、ちょっとね、急に暑くなったり寒くなったりしますんで、山田編集長お忙しいでしょうからね、体の方もですね、気遣って熱々で、しかもこの栄養素たっぷりの、はい、コメント続々いただいてまして、どう皆さん、美味しそう、染み込んで、煮崩れしてない、香りがすごい、じゃがいももいい感じ、煮崩れしてないねということで、そうなんですよ。そしてこちらにですね、これは茹でた、絹さやを乗せていきたいと思います。色味もね、いいですよね、色合いがかなりね、ほら、すごい、うわ、超美味しそう。さあ、ということで出来上がりました。鍋で煮込まない肉じゃがの完成です。うわ、美味しそう。それじゃあですね、お待たせいたしました、山田編集長、はい、お召し上がりください。させていただきまして、すごい、本当できちゃった、こんな簡単に。すごい彩りいいですね。ね、あとはちゃんと中まで火が通っているのかというところでございます、うん、はい、まずちょっと試食の前とか食べる前にしっかりと火が通って柔らかくなってる、はい、お、すごい、すぐとホクッと、うわー、いきますね。いったいったいった、そうなんです。じゃあちょっと早速いただいていきましょう、はい、あとは味がどれくらい染み込んでるのかな。うん、梅ポンゴマ、おお、来ました。やっぱり肉じゃがコトコトしなくてもビストロがあれば、うん、そうね、熱々ですかね。お肉もいきますね。うん、お肉も柔らかいです。やった、すごいですね。めちゃくちゃうまいですよ。だってお肉と野菜を同時に入れて温めてるのに、うん、全部一緒に入れてやってるのに、しっかりとそれぞれに火が通っていて硬くなってないですね。あ、今コメントで人参どうですか、火通ってますかって。あ、すみません、人参も食べますね。はい、ぜひ召し上がってください、はい、ちょっと待ってくださいね。すごい、鍋つまだりできちゃった。
人参もめちゃくちゃもう柔らかくなってます。嬉しい。これ今回砂糖を入れてないんですけど、うん、甘みの部分はどうですか。いや十分甘みあります、ね、やっぱ野菜から、うん、人参の甘みですかね。あ、めんつゆの甘みで、うん、いやこれ本当美味しいですよ。うわすごい。あ、ビストロ買ったので今度作ってみますね、うん、ぜひ作ってください。じゃがいも火通ってますよね。通ってました、通ってました。すごい大成功でございますね、はい、いや嬉しい。これなんか煮物できたって結構僕今誇らしいですよ。そうそう、なんか煮物って言うとやっぱハードルが高く感じますよね、うん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 、なんですけど、まあ、ビストロ使うとこの手順で基本ほったらかしでできるということで。ちなみにですね、あのビストロの煮るの機能を使って他になんかおすすめの料理ありますか。はい、あるんで、ちょっとご紹介しますね、画面こちらになりますか。はい、2つありまして、上の写真がですね、子供も食べやすい野菜バター煮。おー、おいしそう。これ食べやすいですね。おいしそうでしょ、うん、でもう1個が、副菜やおつまみにもぴったりな豚と水菜の煮物。うわー、これはいいですね。そうなんです、おつまみなんでお酒に合うんですよね、これ、うん、しかもシャキシャキしてる水菜がね、また、はい、わー、これおいしそう。そうなんですよ、これからの時期ね、やっぱりちょっとこう温まるようなものがね、はい、あると簡単に作れるといいですよね。なので、まあ、結構ビストロないとこういうの作るのって、うん、なんか面倒だなっていうのが先立っちゃうと思うんですけれども、本当ですね、サクッと作れて食べれて、うんうん、美味しい食卓にできるっていうのが素晴らしいなと思います。すごい、放置でこんなにしっかり作れるなんて最高ですね、うん、16分でできるのは最高です。え、みんなやっぱり手軽さがびっくりすぎ本当にちゃんと火通ってたってみんなやっぱりね、本当なのっていう風に言ってくれてますけども、皆さんすごい本当にね、実際に本当同時進行で作ったものを召し上がっていただきました、うん、じゃあもう一度ですね、材料の方もう一回皆さん見ていただきましょう。本当に簡単ですよ。砂糖も使ってないですからね。こちらお願いします。さあ本当にめんつゆだけで、あとはもう野菜のうまみ。そうですね、なんか基本冷蔵庫に入ってる食材が本当本当多い。すごいですねいやぜひ皆さんビストロお持ちの方はぜひやっていただきたいと思います。いや本当にね、この1台ビストロがあれば煮物はこんなにハードルを下げてやれるんだということですね、初心者の私が一番理解しております。皆さん伝わったでしょうか。でビストロお持ちの方でちょっと使いこなせなかったという方もいらっしゃると思うんですけども、ぜひ煮物にこれからの季節ぴったりなのでぜひ挑戦してみていただきたいと思います。さあそれではね、皆さん今回ご紹介したお料理いかがでしたでしょうか。パナソニックのスチームオーブンレンジのビストロを使えば、もしかしたら気になるあの人の胃袋もガッツリ掴めるかもしれません。さあライブ配信も終盤ですが、続々とコメント、皆さん本当にありがとうございます。全部見てますよ、ありがとうございます。あ、自分ご飯に飽きてきた、そういう方はですね、ちょっとこう誰かに作ってもらうってのもいいですよね。あ、クリスマススイーツもなんか見てみたいなとか、これもワンボールで作れるの。そうなんです、今日ワンボールであっちって作れますからねはい、レンチンできる、楽ちんだね、楽ちんだし安心だし、しかも洗い物も少ないということで、あ、ビストロに入ってレシピすべて試してみたい。今何本ぐらい入ってるんですかね。ですね、数はちょっと出てこないんですけど、冊子がついてて、はい、すごい分厚いんですよ。そうなんです。あとね、アプリもあって、アプリだと検索して、はい、調べることができるんで、こう、まあ、ページをめくって調べる楽しさもあるんですけど、うん、この食材使いたいなっていう時はアプリを使うとすぐに、前見た時でも300種類以上あったので、多分日々更新されていく。だからこれ IoT インターネットオブシングスなので、どんどんこの、ね、レシピも増えていくものなので、ぜひ皆さん楽しみにしておいただきたいと思います。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。なんと本日でビストロライブビッチ4ビギナーズ最終回なんですよ、皆さん残念、ね、全5回のライブ配信でビストロの機能、焼くワンボール、揚げる、蒸す、煮るを全てですね、この山田編集長と存分にご紹介できたと思います、ね、僕料理の本当ど素人だったんですけれども、その料理ができない理由なんだろうなと思った時に、やっぱりハードルが高いと思い込んでるからだと。なんかその料理全体にかかるこう全体像がつかめないから、なんかちょっとビビっちゃうっていうのもあるし、なんかうまくできるのかなっていう不安もあるんですけれども、浜井さん一回も失敗しなかったですか。うわ嬉しい。ハンバーグ作りました、シューマイも作りましたし、で今日はなんと僕も本当想像もつきませんでした、
煮物まで作らせていただきました。で今回のですね、今回初めてご覧になられたというコメントもありました、今回紹介したもの、今まで紹介したものもですね、パナソニックさんのですねサイトでアーカイブとして見れますので、よかったらぜひ皆さん追いかけてもう一回見ていただきたいと思います。まあ、本日でですねビストロライブキッチン4ビギナーズは最終回なんですが、ビストロライブキッチンの方は引き続き配信させていただきたいと思います。次回の配信は来週の12月9日の水曜日、同じ21時からの配信になりますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。さあ山田編集長、はい、最後のビストロライブキッチン4ビギナーズいかがでしたでしょうか。いや美味しかったし楽しかったです。なんか男2人でこういう風にやるの楽しいですよね。楽しいってあんまないですよね。やっぱなんかこう女性の料理家さんが来てっていうところだったんですけど、はい、まあ、僕としても妻よりも山田編集長の方にもすごい愛を届けたっていう。ありがとうございます。そうです、僕も自宅でビストロは使ってるんですけど、結構娘と一緒に最近料理したりっていうのも機会としては増えてきているので、なんかその家族の食卓を彩るっていう意味で、しかもそれは初心者でもできるっていうところは、うん、本当に心強いなというふうに思ってます。そうですね、これから寒くなっておうち時間も増えますので、はい、まあ、もちろん日々料理する方にはおすすめはもちろんなんですけど、僕みたいなド素人であってもですね、こんなに美味しく手軽にできるビストロ、ぜひ皆さんおすすめさせていただきたいと思います。山田編集長ありがとうございました。さあそしてですね、この時間まで、そしてコメントをしてくださった皆さん、そしてあまりを応援してくれた全ての皆さん、本当にありがとうございました。ちなみにですね、先ほどもお伝えしましたが、過去にあまりがですね挑戦した料理はですね、パナソニックのホームページにアーカイブがございますので、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。では今後はですね、ビストロライブキッチンでお会いしたいと思います。山田編集長、最後も一緒に、はい、またね、さよなら。